葛飾区発島ちゃんたけちゃんのお試しラジオ。全国の活躍リスナーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 YouTube をご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。東新小岩7丁目町会の柴ちゃんこと柴田明弘と申します。そして同じく東新小岩7丁目、生まれも育ちも東新小岩7丁目です、竹本俊明、竹ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。そして食いしん坊君も今日も頑張っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは番組の提供をお伝えします。大人の集う憩いの場、新小岩駅北口徒歩1分、鉄板焼き、お好み焼きは名物おかみが焼いてます。トラックやフォークリフトなどの商用車から軽自動車まで、全国エリアで買取対応しております。事故車、現状車、動かなくなったお車でも大丈夫。車のことなら株式会社 F オートアシスト。子どもたちの未来をつくる学研、東新小岩7丁目竹本教室。皆様の大事なお荷物お運びします、株式会社ユニオン物流。お口の健康を支え続けて30年、歯科技工の竹本デンタルラボ。新小屋の街並みに彩りを、アパート経営 S フロント。以上各社の協賛で葛飾 FM よりお送りしております。はいはい、はい、ばあちゃんね、先週は生放送、はい、はい、竹見礼さんの東西南北あっぱれ葛飾に出させていただきまして、緊張しましたね。2回目なんですけどやっぱり緊張しますね。私はね、前回初だったんですよ。でまあね、ここでやる100倍ぐらい緊張しましたがね、生放送1時間のね、ところにたっぷり出させていただいて、楽しいお話ねいっぱいさせていただきましたね。君さんの話にも結構聞き入ってしまっちゃう部分もあったりとか、クッシンボーイも結構インタビューいるんじゃないですけど、いろいろ喋ってあれですもんね。そうですね、今回我々よりもクッシンボーイがいっぱい喋ってもらった方がいいかなっていう。まあそうだって、何よりね、竹見ファミリーの皆さんがね、もう食いしん坊くんのことをものすごく可愛がってくださってね、食いしん坊のファンなんですなんて言ってた、さんとかも本当にもうありがたいですよ。もう全然だから、よその番組のゲストで呼ばれた時だけ食いしん坊が喋るという、話す。ここではもう一切喋らせません。あんだけ喋ったんで、もうこれからも引き続き無口で言ってもらおうかなと思いますけどもね、いや本当楽しかったですね。やっぱりプロの方々のね、おしゃべりっていうのが上手でね、その中に我々がいかにこうガッとね、爪痕を残すかっていうところを目指したんですけど、残せました。もうツルッツル、もうスカスカでね、全然爪も出せない、爪も出せないですね。もうはいか家で答えてしまって、うなずいてるばっかりでついついうなずいちゃって、黙ってうなずいちゃうんだもん。もう参っちゃいましたよ本当にね。でも本当貴重な経験、楽しい経験させていただきましたね。改めて竹見礼さんのね、東西南北あっぱれ、ラジオですか、ありがとうございました。やっぱり葛飾ですね、またこれからもですね、ぜひよろしくお願いいたします。私たちの番組同様、お聞きくださると嬉しいなと思いますので、ぜひぜひお願いいたします。はい、はい、そんな中であれですね、まあ、メッセージが届いてるんですけども、プリティさん、しばちゃん、たけちゃん、くしんぼーいくん、こんばんは、4月1日の竹見礼さんの、東西南北あっぱれ葛飾、ご出演おめでとうございました。はい、ありがとうございます。聞いてくれたんですね。聞いてくれてたみたいですね。くしんぼーいくんのおかげで、くしんぼーいくんの声が聞けて嬉しかったです。その生放送でくしんぼーいくんの防災士の合格を聞きました。あの時タイムリーでした。あららららら、で防災士の合格を聞きました、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。お三人防災士なんてすごいですね、これからもラジオ楽しみにしております。そうなんですね。そうなんですよ、これがですね、本当ね、リスナーの皆さんご心配とですね、応援いただきまして、おかげさまでですね、クイジンボーイ君、防災士、無事に2回目のチャレンジでですね、合格いたしました。はい、会場の喫茶店に乗りつけてですね、早めに乗りつけてですね、勉強始めたんですよ。いつ？試験前に。言いたいこと先に言っちゃうんで、それでもうそこではまず食いしん坊が腹ごしらえからスタートして、カルボナーラ、
ちょっとサンドイッチも食べたいと、うん、で食べてそれからもう必死になって勉強して、うん、それでなんとか、うん、行ける気がするって言って頑張って当日行ける気がし始めたの。そう、危ない、もう頑張ってやるんですよ。家族で親子3人で行きまして、もう昼12時ぐらいからですかね、時間試験の時間が5時ぐらいまでなんですけど、それまでしっかりもうそこでみっちりやって、あ、じゃあ家族3人で、家族3人で。その試験会場はどこでやる。試験会場は、うん、あそこですね、うん、あ、何でしたっけ、あそこってやる名前、うん、あの最近どう、クランシタね、クランシタ、はいはい、クランシタの、聞いてる俺が答えてどうするありがとうございます、うん、分かりましたね、それでね、まあ、本来だったらね自分の番組でね、これ最初に発表しなくちゃいけないところをね、うん、竹見礼さんのところで最初に報告してしまうというですね、あの日ちょうど神さんから合格したよっていう、あの届いたよっていう、あれを送られてきたんですよ。あ、そうなんですか、何が、あの写真を合格したよっていう、あの封書のそのあれが届いたよって、LINE で届いたんですよね。落ち着いて喋ろうそれで、うん、あのちょうどタイムリーにちょうど放送だったんで、うん、あ、ここで言うしかないっていう盛り上がりで、そうね、しゃべっちゃいました。本番ね、もう20分ぐらい前ですよ ね、はい、すね、あの奥さんからメールが届きましてね、あと食いしん坊君合格っていう、あの LINE の写真を送ってくれたんでね、これはもうしょうがないですよね、でもう応援してくださったチャッタさんですとかね、あの皆さんね、あのおめでとうなんて言ってくれたもんですからね、もうそこで発表せざるを得ないということで、ね、はい、まあ、自分の番組を二の次にしてしまうというですね、まあまあそんなことでね、でも本当素晴らしかったですね。なんとか最年少ですか。うん。葛飾区では。あのね、私、はい、口の手に入れた情報ではですね、はい、これ葛飾区では初ではないかと、小学生のね、防災士さん、あの試験を受けたのが3月ですから小学校5年生ですよね、だから5年生のうちにも合格で、で、まあ、発表はちょっと4月に入っちゃってからだったんですけれども、それでもね、もう5年生のうちに合格っていうことでね、おそらくですよ、葛飾区ではもう史上最年少、最年少ね、防災士誕生ということで、はい、また重ねてお祝い申し上げましょう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これでね、私のあの町会にはですね、なんと防災士さんがですね、12人も、12人、はい、いるという、いっぱい増えましたね、今防災士軍団、同じ軍団、セール警察みたいですね。そうですよ、はい、もうガンガンやっていこうかなと。そうです、あらららら、なんですか、そう、たけちゃんから合格祝いいただきました、うん、はい、ボールペンを、あの試験の合格祝いとして、いただきました、ありがとうございます。高かった大事にしますね、はい、それからそれからなんとですね、本日、はい、あのこの収録に、収録というか、まあ生放送の手でやりたいんですけど、はい、収録の、来ましたらですね、なんと川島 D からもですね、はい、お祝いのプレゼントいただきました。何いただいたんですか。喋れないんだからお父さんに喋ってますねはい、シュークリームをいただきました。シュークリーム、はい、大好物ですね、シュークリームをいただきました、ありがとうございます、おめでとうございます、ね、はい、これからですね、おそらく葛飾区初 の、 その少年防災士ということでですね、はい、まあ、各種メディアからですね、今依頼がですね、はい、まだ一つも来ない、はい、そう、聞いてくださいよ皆さん、あのですね、前回の試験勉強の時からそうなんですけど、竹本さんに、あの個人的にですね、防災士の試験の勉強を教わりに行ったんですよ。そしたらですね、竹本さんが教えてくれたのはですね、マスコミ向けの対応の仕方、勉強じゃないんですよそっちを教わっちゃっているもんで、まあ、これからバンバン来てもらえれば竹本さん仕込みの喋、りが聞けると思うんですよね、はい、ぜひぜひ、あの葛飾 FM さんもインタビューに来ていただいてなんか答えられるように食いしん坊に頑張りますんで、はい、でね、まあまあ一番ね大事なところですからね、はい、この取材に来ていただいた方にね、いかにしてその防災士というね、はい、資格を取るに至ったかっていうところをですね、食いしん坊君には一生懸命説明をしていただいて、はい、合わせて東新小岩7丁目町会、はい、引いてはですね、このたけちゃんを宣伝していただくという、3段逆スライド方式で、竹本町会長、もうみんな有名になっていくというのもね、葛飾区がいい国になって、そうそう、ええ、そうそう、あの一番はそれですけど、ね、そうそう、あんまりやらしい考えで物事を捉えてはいけませんっていう教訓ですね、はい、さあさあ、じゃあ、はい、うん、何でしょうか、何ですか、はい、何ですか、じゃあ何ですか、じゃあ次行っちゃいますか、行っちゃってください、ああ行っちゃいましょう、行っちゃってください、はい、
ではですね、親父の会さんからですね、また違う話でございます。前回もくださった親父の会、そうですね、ありがたいですね。はい、しば、はい、ちゃん、たけちゃん、食いしん坊いさん、こんにちは。ラジオはますます好評で、いよいよテレビの進出も近いですね。前からずテレビの方に送ってくれますね。4月は新年度、入学式ということで心機一転の季節です。部屋の片付けも進む季節ですね。さてお二人はどうしても捨てられない思い出深い古いものって何かありますか？なんで新生活の話にいっといて思い出深い古いもの、捨てられないものって捨てられないもの。じゃあもう柴田さん、思い出深いものってね、私のうちは昔何十八年ぐらい前ですかね、ちょっと某何十八年8年ぐらい前ですかね、8年か10年ぐらい前ですね、ちょっとした家をリフォームする番組に出まして、その時にですね、劇的なんとかっていうと言っちゃっていいんかないけど出てましてね、その時に思い出の亡くなった母の兄弟をお風呂場の洗面台に変えてもらったりとかですね、いろいろやってもらったりしたことがありますね。思い出深い古いものってそうですかね。それで私物を捨てられないタイプの人間なんで、うちの妻は結構捨てるタイプなんですね。ちょっとバランスが取れてるんで、捨てられないものはいっぱいあるんですよ。学生時代に買ったトロンボーンだとか、ただ捨てられると怖いなっていうのがちょっと不安がありますね。あれビフォーアフターの話は？なんか残してるって話した？ああ兄弟ですね。兄弟？はい、兄弟じゃないです、兄弟、はい、鏡の。あ、なるほどね。ええ、それが捨てられない、捨てられなかった、捨てられなくて、再利用じゃないですけど、それで作ってもらったんです。あ、また新しい兄弟にしよう。新しい、古いのを生かしながら。あ、なるほどね、わかりました。はい、素晴らしいですね。さあどうしよう、じゃあ俺も話も大丈夫かな、ね、またまた時間がですね押してまいりましたけれども、なんて言ってるうちにどんどん時間なくなっちゃうんですけど、私はね、そうですね、今思い起こすこと、今日ね小学校の入学式にね、出てきたんですけれどもね、小学校の時の思い出ですね、6年生の時にですね、ちょっとこう好意を寄せてる女の子からですね、誕生日のプレゼントでですね、当時 の映画のノベライズっていう本、小説をね、映画版の小説をいただいたんですね。天国から来たチャンピオンという映画でね、ちょっとこうラブコメディみたいなね、恋愛映画なんですけどね、これの小説版をね、プレゼントしてもらったんですよ。で嬉しくてね、でそれをもう何回も読み返してね、それも未だに実家の方にね取ってあるっていうね。あ、その人は奥さんじゃないんですか？違いますね。あ、違うんです。小学校の時。ああ、うちは小学校の時の同級生です。あ、そうなの。ええ、小学校の時の同級生です。そうですね。僕はそう別に全然違うところで。全然違うところですけど、思い出話ですからね。はいはいはい。そんな思い出がありますかね。捨てられないものね。なかなかこれからね、新しい生活に向かっていくということでね、出会いと別れの季節。明日はね、近くの中学校の入学式にまた お邪魔させていただこうと思ってますんでね。新たなその新入学のね、生徒の皆さん。旅立ちを見守っていきたいななんていうふうに思っております、さあさあ、そうそうしている間にお別れの時間がやってまいりました、もうよろしいでしょうか、今回の Facebook の方にはですね、いろいろとその合格祝いもした、お寿司を食べに行ったりとか、そういった写真もアップしてますので、Facebook をご覧の皆さんにはいろいろ楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。なるほどね、じゃあぜひそちらの方もね、ご覧いただきたいと思います。皆様からですね、番組へのお便りメッセージお待ちしております。宛先の方はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスでは 035670-5332、 X ではハッシュタグ KFM789、ハッシュタグ KFM789 です。YouTube のですね、アーカイブコメント欄からも、メッセージ OK しておりますので、よろしくお願いいたします。でまた全国コミュニティ FM アプリレディモからも番組メッセージを送信できます。皆様からのお便りでですね、我々頑張ってまいります。食いしん坊いくんも皆様からの応援で無事に防災士合格することができました。来月5月のテーマは5月です。はい、よろしくお願いいたします。それではまた来月第2金曜日11時お会いしましょう、さようなら、さようなら、バイバイ、バイバイ。